田中雷蔵、田中雷蔵、田中雷蔵、1892年、明治25年4月27日から1969年、昭和44年7月9日は、日本の海軍軍人、海兵41期、最終階級は、海軍中将。山口県山口市香川、旧香川村の本間家の三男に生まれる。旧正山口中学校を卒業。 1913年、大正2年12月海軍兵学校41期卒。喫水の駆逐艦乗りで水雷屋としてキャリアを重ねた。第1次世界大戦では、第2特務艦隊に属し、地中海で連合国艦船の護衛任務に従事している。第1次世界大戦後の1920年11月、山口県の田中家入籍市政が田中となる。 太平洋戦争直前の1941年、昭和16年9月15日、後藤存治少将の公認として、第二水雷戦隊司令官となる。そのまま日米海戦を迎え、南方作戦、乱印作戦に従事。2月下旬、スラバヤ沖海戦を戦う。この戦いの遠距離魚雷戦について、関東精神に欠けるとして、批判を受ける。 ガダルカナル島の戦いが始まると、引き続き第二水雷戦隊司令官として、第二次ソロモン海戦に参加、駆逐艦無月、輸送船、金辰丸を喪失。一度、外南洋部隊増援部隊指揮官の任務を解かれた、後、混合型戦艦や、妙高型重巡洋艦を護衛して、ヘンダーソン基地艦砲射撃に参加する。増援部隊指揮官に復帰した後、 第三次ソロモン海戦等に参加。1942年11月30日、当時としても奇抜な発想である、ドラム艦輸送に従事している最中、待ち構えていた、米中巡洋艦部隊と遭遇戦に突入、ルンガ沖野戦。不利な体制からの水雷戦にもかかわらず、米中巡洋艦一隻、撃沈、三隻大破、被害は、 駆逐艦一石喪失という対象を収めたが、上層部からは補給作戦の失敗を咎められ、部下からは指揮官戦闘でなかったこと、田中が揚陸を止めて全軍突撃せよと命じた後、田中の座城する駆逐艦、長派は敵に向け魚雷を発射し、直ちに被体した戦闘における積極性のなさを批判された。その結果、1942年、 昭和17年12月29日府で、第二水雷戦隊司令官の職務を解かれる。翌1943年、昭和18年2月に、舞鶴警備隊司令官、舞鶴海兵団長、その後は、第13根拠地隊司令官、ビルマにおぎいされ、終戦を迎えた。事実上の左遷人事とされている。スラバヤ沖海戦以外は、 米軍航空機や魚雷艇の脅威にさらされる、護衛、輸送任務の連続となる。2月下旬、スラバヤ沖海戦を戦う。この戦いにおいて、第2水雷戦隊の機関、人数は、第4水雷戦隊を敵艦隊、アブダ艦隊との間に置いた状態で、酸素魚雷を発射し、第4水雷戦隊の個体、第9駆逐隊、アサグモ、ミネグモと比較され、 遠距離魚雷戦について、関東精神に欠けるとして、批判を浴びた。ただし、当時の日本海軍は、勢力保全演戦主義、いわゆるアウトレンジ法を採用している。8月24から25日の第2次、ソロモン海戦では、上部組織、第8艦隊、第11航空艦隊、連合艦隊の矛盾する命令に振り回される。8月25日の空襲で、軽巡。 機関、人数は中派、輸送船、金辰丸、駆逐艦、無月を喪失する。駆逐艦、影楼に機関を変更して、ショートランド白地に一時退避するが、ガダルカナル島突入時期をめぐって、陸軍増援部隊、川口支隊と、外南洋隊、指揮艦、三河軍一大八艦隊司令長官の間で、トラブルとなった。8月28日、ガトウへ向かう。 第20駆逐隊、甘霧、朝霧、夕霧、白雲は空襲を受けて、朝霧沈没、夕霧、白雲大破という損害を受ける。すると別コースでガトへ向かっていた第24駆逐隊、海風、高風、磯風、第17駆逐隊より、臨時編入は空襲を恐れて引き返してしまい、田中司令官もこれを容認。 天切第73番電関連的機器の調領をする、現状におて白駆隊をも、手する陸兵増援派成功の3戦機物と任務と、打電して、小海底、旧式駆逐艦4隻の輸送出撃を取り消した。うがきまとい連合艦隊参謀長は、下半の二重駆逐隊の損傷が痛くこたへたるものか、大分に推薦との間に揉めているがごとしと、記録している。 高松宮信人親王は、まだ第八艦隊の、ぜひやれというの2期を見てとかなんとか余計なことを言う、中間司令部、として謝耳無に、やれと命令するのにこれほど来やすい立場はないではないか。司令官ともあるものが、今や、ソロモンの選挙が全作戦の唯一の差、二日辺になっていることくらい、眠くても帰るはずなのにと批判した。8月29日。 田中司令官は、米軍機動部隊のショートランド白地襲撃を懸念して、東機動部隊の一波に敵機連日の偵察に、官民、ショートランド白地派飛空襲の恐れを含めて第に、して従順輸送船の在波敵とならず、多少遠距離なるも、ラバウル方面に移動せシムルオカトニングと、第11艦隊、第8艦隊に要望する。陸軍摂傷のために二水戦船人参謀を、 同白地に残し、田中司令官は、期間、従順、絹笠に乗艦して午前5時30分に出港、ブーゲンウィル島方面に退避した後、戦闘機の援護要求をした後、夕方になって白地へ戻った。この間、川口清志県主体長は、駆逐艦に乗ることを拒む陸軍の風潮に沿い、大発動艇によるあり輸送を強行に主張、何十隻もの上陸用集艇に分譲、案や、 島津隊に、ガトへ向かった方が安全だ。また裏波の小池和江少尉は、陸兵たちは、自信満々で、陸のことは任せてください。我々がガトに付きさえすれば、なあに、外周一色ですよと語っていたと記している。田中司令官も、そこまで言うならと、川口司隊長に同意する。しかしながら、川口司隊長の田中司令官への評価はかんばしく、なく、 田中雷蔵少将の二推薦司令官も今回の上陸におては、機関まず傷つきてより大いに大事を取り、相当文句ありたるがごとしと、うがきまといに伝わっている。田中の一連の意見具心は、ガトへの急速増援を起とする第八、艦隊司令部の方針に、全く反するものであり、三河中将は、田中の外南洋部隊増援部隊指揮官公鉄、解任ではなく、 指揮権の一時以上を決断る。八月三十日、第三水雷戦隊、司令官、橋本慎太郎少将、機関、川内は、ラバウルに到着し、三十一日午前六時、ショートランド期。これをもって、増援部隊指揮官は三水戦司令官に引き継がれ、第三水雷戦隊がその任を負うことになった。同日九時、田中は、駆逐艦、夕霧に移乗して、 トラック白地へ向かった。9月2日、田中はトラック白地に到着し、連合艦隊司令部、戦艦、大和で一連の作戦経過を報告。宇垣は田中に対する連合艦隊参謀たちの不満を、しかるに指揮官の経験を有せざる参謀連は、無責任にも往々にして行き過ぎに出する話題にすべき、次第なりと今占めている。トラック白地に帰島後、慶順。 陣図は修理のため内地へ開港され、軽順、伊すが、第二水雷戦隊機関となった。同時期、消耗していた第二水雷戦隊には、最新鋭の遊雲型駆逐艦、長波、巻波、高波等が順次編入され、戦力を回復する。田中に引きられた第二水雷戦隊は、第三戦隊、司令官、栗田武雄中将、混合型戦艦、混合、 春名のヘンダーソン基地艦砲射撃を支援。南太平洋海戦で、前進部隊に所属して、米軍と交戦するなど、トラック白地を拠点に行動した。1942年、昭和17年11月5日、ショートランド白地で、橋本三推薦司令官は、増援部隊指揮官の職務を、田中に推薦司令官に引き継ぎ、慶順、川内に異常して、 トラック白地へ戻った。11月14日、駆逐艦、早塩に推薦機関として輸送船11隻を護衛中、米軍機の波状攻撃を受けて輸送船6隻が沈没、1隻が損傷し、駆逐艦2隻、甘切、餅月に護衛されて、交代、健在輸送船は4隻だけになった、第3次ソロモン海戦。田中は、駆逐艦、早地親潮、黒潮、 影楼、牧波、長波、高波、両風と残る輸送船四隻を引いてガトウへ向かった。11月15日、前進部隊と米艦隊との間に第二夜戦が勃発し、日本側は霧島、綾波が沈没、米戦艦二隻、ワシントン、サウスダコタも戦場から引き上げた。田中司令官は輸送船四隻、広川丸、山浦丸、 木の川丸、三島丸を、ガトータセファロング白地に座礁させて揚陸すると、決断し、各方面に通知。連合艦隊、前進部隊、第二艦隊にも、田中の判断を打倒としたが、外南洋部隊指揮官、第八艦隊司令長官三河中将は10月中旬、揚陸作戦の経験から輸送船の格材揚陸に、反対し、なるべく通常の揚陸を行うよう通知した。 しかし田中は、三河中条の通知を無視する形で、座礁揚陸を観光。輸送船4隻は座礁する。第二水雷船隊は午前2時30分で護衛を打ち切り、北方へ退避を開始した。海岸に格座した、輸送船4隻は揚陸作業を続けたが、兵員2000名と弾薬360箱、軽火砲、三砲、米戦5 0 0票の揚陸を終えたところで、 午前6時以降の空襲と、米艦隊の艦砲射撃により全席炎上し、残りの弾薬、重火器、量食を喪失してしまった。11月30日、連合艦隊公案の当時としても奇抜な発想であるドラム艦輸送に従事している最中、待ち構えていた、米中巡洋艦部隊と遭遇戦に突入、ルンガ沖野戦。不利な体制からの水雷戦にもかかわらず、 ドラム艦投入のため日本艦隊は速度を落としており、輸送任務を優先して、米軍をやり過ごそうとしていた、米中巡洋艦一隻、撃沈、三隻大破に退駆逐艦、波喪失という対象を収めたが、戦火、起こりようは駆逐艦なるなりのみあるが、肝心の補給を、全うしえざりしは、残念なり。たちまち17軍より強行せられど要望あり。 上層部からの評価は芳しくなかった。戦死総書では、長派は、真っ先に被体してしまって、増援部隊指揮官、田中少将は適切な戦闘式を行わず、各隊、各艦ごとの戦闘であった。と評している。連合艦隊司令部は、ルンガ沖野戦の戦艦から、警戒駆逐艦の増強を認め、秋月型駆逐艦二番艦、正月と、 第17駆逐隊のカゲロウ型駆逐艦2隻谷風、浦風を増援部隊に編入。上空直演を零式観測機及び二式水船にて固めたことにより12月3日の第20作戦では1500個ものドラム艦投入に成功した。ただし、陸軍の揚陸能力不足で回収は310個。続く12月7日の第3次作戦、指揮艦。 佐藤虎次郎第十五駆逐隊司令では、空襲と魚雷艇の妨害で失敗。かんばしくない戦火に、日本海軍側、連合艦隊、第十一航空艦隊、第八艦隊は12月8日に、今日限り駆逐艦輸送は実施しないと宣言する、ありさまだった。この宣言は、日本陸軍側の抗議と、第八方面軍司令官、今村人志陸軍中将と、 第11航空艦隊司令長官、草勝智一中将の儀により撤回され、12月11日に駆逐艦輸送作戦を実施することが決まる。本作戦は、山本五十六連合艦隊司令長官が、今時の駆逐艦輸送に期待するところ極めて大なり、あらゆる手段を講じ任務達成に努めよと激励した作戦だった。この第4次作戦、 12月11日で、田中司令官は、正月に、正気を掲げ、駆逐艦11隻。正月、長波、第4駆逐隊、嵐、第15駆逐隊、親潮、黒潮、影楼、第24駆逐隊、甲風、両風、第17駆逐隊、谷風、裏風、第27駆逐隊、有明を率いて、第4次輸送作戦を実施する。米軍は、 狭い海域に巡洋艦を投入した反省から、先の第三次作戦同様、魚雷艇を中心とした待ち受け作戦に切り替えており、同艇と思われる未確認襲撃により正月を撃沈される。正月主計庁の証言では、敵の航空機による攻撃が戦闘を行く期間に集中することを恐れて、正月を艦隊の注意に置き、また夜間に、 エスペランス岬沖に突入後は、白い鉱石が敵航空機の爆撃目標にされることを恐れて、微速航行中の艦に停止を命じたという。結局、田中司令官は、超波に異常して、正月から脱出。正月乗り組員140名は、有が工作司令が指揮する嵐に救助され、第61駆逐隊司令と駆逐艦長以下156名は、ガトへ上陸。 輸送作戦はドラム缶1200個投下に成功したものの、米軍航空機の機銃装者等により220個しか回収できず、作戦全体としては失敗に終わり、作戦構想に無理があることが証明された。12月18日、杉山本参謀総長は昭和天皇に対し、加藤の陸軍に海軍が輸送を行わないという現地伝報について説明。 辻正信陸軍中佐が起こっているため、杉山は12月11日輸送作戦失敗に、ついてまで掃除したという。当時の水雷戦隊、駆逐隊、駆逐艦関係者は、第二水雷戦隊司令部は、弱いと批判していた。語らず誇らずの人だった。戦闘の駆け引きがうまく、海の武田信玄のようだという部下からの評価もる。高松宮信人信王 後続、海兵52機、海軍大佐は、1月中旬のフィリピン、攻略作戦中の田中司令官の打連、攻略作戦破航区撃滅戦一段落後に実施、するのよう、切れなるモノアルを通関せり、初に SD 司令官、第二水雷戦隊、司令官について、人数、当時に推薦機関が悲鳴を上げていると表現している。第二次ソロモン海戦時の田中については、 こうなると田中司令官、演山先人参謀はまるでダメだという札付きになる。第24駆逐隊司令、村上大佐治様なダメなり。困難な,なりといつても良いが、それをやれと云晴れたらやつてのけるだけの断行力、がなくてはならぬ。と評している。奥宮正岳、海兵58期、太平洋戦争時、第二航空戦隊参謀など、は、 海外の著名人が誤った評価をすることについて、田中少将の件が、その一例である。太平洋戦争に参加した日本軍の高級指揮官について論評する場合には、他人の所見を引用するだけではなく、自らの努力で、できる限り事実関係を詳細に調査した後、そうすることが望ましいと評している。1942年11月30日の、 ルンガ沖野戦の塔や、奥宮は、第二航空戦隊、司令官、角田各自中将航空参謀として、戦闘海面からほど近い海域を行動中の期間、巡洋で刻々と戦闘速報に接していた。奥宮は、ルンガ沖野戦の大戦火は、田中が被退した後に、第一位総隊、駆逐艦四隻を巧みに指揮し、あえて低速で行動した上で、 敵艦隊を来撃した第15区逐隊司令、佐藤虎次郎大佐、海兵43九1943年2月12日付で、慶順、神通艦長、同年7月12日のコロンバンガラ島沖海戦で、沈没した神通と運命を共にしたの武功が大と判断しており、アメリカ側が田中を高く評価するのは、単に田中が、ルンガ沖野戦の時の日本側部隊の指揮官、 だったからではないか、と疑問を呈している。奥宮は、1942年当時に、田中王に推薦司令官から解任した、海軍当局の処置を打倒と感じたとべ、ルンガ沖野戦に先立つ、トラック白地での作戦会議で、田中が極めて消極的な発言をしていたことを、証言している。前ゆず春を、海兵47機、水上規模艦が津島艦長。 従順とね艦長などは、米軍の田中に対する高評価に対し、実際には、部下からの評判が悪かったことに触れ、部下だった人は、名称とは誰も思っていない。部下から勇敢だと思われるぐらいの指揮官じゃないといかん、と評している。小島秀夫、海兵44期、ドイツ駐在部官などは、真湯のこの発言に対し、成功すれば褒めれるのさと応じている。 海軍上層部からは度重なる移転具心、航空機による爆撃支援要請や艦隊根拠地の広報移転を煙たがられ、郵送を重んじる部下からの評判も芳しくなく、帝国海軍での評価は低かったが、はるかに優勢なアメリカ艦隊を相手に対象を収めた、ルンガ沖野戦の指揮官として、敵側であったアメリカからの評価は非常に高かった。 海軍戦士家であるサミュエル・エリオット・モリソンが、ラダウトブル・タナカ、不屈の猛将、タナカと表し、軍事史研究家のハンソン・ボールド・ウィーンは、その著書の中で、太平洋戦争で、日本の名称を二人挙げるとするなら、陸の牛島、海のタナカと綴った。アメリカ側からの高い評価を受けて、戦後の日本ではタナカが再評価されるようになった。酒好きで、 ようと歌いながら踊る癖があったが、部下には親しまれていたという。ルンガオキヤ戦について、戦後、ボカーナにもしなかったのだよ、ただ突撃せよと命令しただけだ。あとは残らず部下の駆逐艦のりの大活躍があったからだと語っている。従順、ノーザンプトンからの砲撃を受けている最中に、敵艦の砲撃は照準はいいが、修正がまずいと、のんびりした口調で批評していたという。 半藤和都氏に戦後の生活に対して聞かれ、成功不足とはいい言葉ですな。一人息子には戦後早くに死なれ、娘は皆とついでしまって何もすることがない。することがないといえば、あの時、陸上勤務にされた時からすることなんてありませんでしたけど、と語っている。戦後のルンガ沖野戦の取材、田中六十九歳児では、 年を取ると記憶が薄れるという前置きをした上で思い出せる範囲で海戦の様子を熱心に国名に語っている。またルンガ沖野戦で対決した米軍指揮官カールトン H ライト少将が海戦後に本国召喚されたことについて気の毒をしたと思うよ。戦闘の勝敗などつまらぬことで決まるものだからねと評している。小林健二氏の取材、平成20年に対し、 遺族、四女、貞子氏は、父は、中略、認知の説明引き上げてくるとき、他の者は何も持たずにゴルフクラブ一本だけを担いで、帰国したのですよ答えている。水木しげるは、田中と、ルンガ沖野戦を題材にした漫画を二派手に描いている。タイトルそのままの、田中雷蔵では、実際の作戦の様子を国明に描写し、幽霊館長では田中がモデルと思われる。 宮本艦を主役とした話を描いている。ただし、幽霊艦長では、田中の人物像は大きく変更され、ラストも攻撃により、会場に投げ出された宮本艦長が、魚雷に乗って、相手の艦船に玉砕するが、もちろんこれはフィクションである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。